さあ今回は YouTube とかの動画投稿の文化ぶっ壊れに私もメスを入れていくべくね、私もぶっ壊れパを組んできましたよ。歯並びぶっ壊れパです。よろしくお願いします。これを見た司会の皆さんは頭を抱えて、まともなポケモンバトルができないこと間違いなし。はい、というわけで今回の対戦相手はデデデ陛下です。まずおそらく司会さんではないですね、大王です。はい、でこのパーティーね、歯並びがぶっ壊れてるんですが、そのパーティーの構成上ドリューズがぶっ刺さってるという皮肉、ドリルがドリルが刺さっているという問題を抱えていましてね、パーティー構成的に。でこのドガスは浮いとるんですが、型破りの前にはね、だからドリル特攻なわけなんですけど、ドリルに気をつけていきたいけど、初手何で来るか、ギャラの可能性は結構あるかな。ドリューズの可能性もあるかもしれない。ドリル来たらきついな、ドリルきついな、マジで。どうする、先発マタドガス、ハガネール、トロッコンでいきましょうか。特殊もきついしね、かなり特殊アタッカーは誘いそうなパーティーなので、はい、ではよろしくお願いします。いくぜ。そうポケモンは、まあ、いわゆるモンスターでもありますから、もともと例えばそういう牙のポケモンもいれば、一見とても歯並びが良いポケモンもいます。そんな中から選ばれたエリート歯並びポケモンの力を見せてやりますよ。来ましたねギャラちゃん。さあドガース見ての通りの歯並び、これはもう特に説明の余地もないでしょう。そしてなぜか右の方のちっちゃいドガスちゃんはなぜか歯が2本しかないんですね、牙の部分しか。なぜ平等に生えなかったのか、その辺の真実にメスを入れていきたい。ドガスじゃない、あのラドスきついので、ここは第3弾ぶっ込んでいきます。さあどうやら同時ダイマックスのご様子、いいでしょう。受けて立ちましょう。おそらく相手はダイジェットでこのまま全抜きする予定のようですね。しかしマタドガスの耐久を舐めてもらっちゃ困る。ポー行くポー、やるポー、雨舐めてるし行くし。アース浮いとるんですよ、ガスだったら表示されるんでね。そうこの見た目なのにガスを捨ててきたんだよ。マタドガス初見の方はこれは勘違いするところもあるかもしれない。そんな見かけるポケモンでもないんでね。化学変化ガスだった場合は表示されて教えてくれるんですよ。なのでこれが今回刺さってしまったという。マタドガスもね、ミミッキュの化けの皮を無効化してくれたらもうちょっと流行ったんですが、これ今あのランクマッチのレートが今リセットされまして、はい、今スーパーボール帯なんですよ。もしかしたらこのシーズンからデビューした方もいるかもしれない。たまにこういう見かけないポケモンになんかそんなん知らんてって潰されることもあるかもしれないが、許していただく。ダイジェット硬いよマタドガスは。ではタイプ1のダイアシッドで火力を上げさせてもらいましょうか。おーほらー、よし、そこそこに厄介なやつを仕留められましたね。 OK です。まあこのダメージですからね、まあ、仮に普通に殴られてもギャラドスには負けていません、問題ありません。ただもしかしたらもう一体倒せるかもしれませんね。ただここで来るんだよなお前が。さあここでこのマタドガスちゃんの悪いところ出てくるんだけど、命中不安なんだよね。と思ったけど爆弾でいっか、毒引けば一発ですよ。おそらくタスキを持っていらっしゃいますが、そう歯並びが悪いだけでそれ以外の全ては持っている富裕層の力を見せてやるぜ。どう見てもジェントルマンですからねこのヒゲ。うん、ジェントルマンだったらね、歯ブラシぐらいねいやそういう問題じゃねえんだけど、いくぜ。強い、あれ持ってないまあパルシェンは物理耐久高いので思い切って切って王者の印とか持たせてるパターンもあるんです。あれこれもしかしてドガス3立てあるんでは、あるんでは。1攻撃1段階上昇、しかもこのやったぜ化学変化ガスは表示されます。気をつけましょう。対戦よろしくお願いします。イカリング食べ物なので歯医者じゃないと思いたいんですが、パーティーにいますねドリルが。気をつけましょう、マジドリルぶっ刺さってるんでね。どうする、初手
ブリムオンの存在が恐ろしいな。トリックルームの可能性もあるか。格闘刺さりまくってないかこのパーティー。そうでもねえ。見せポケ弱しがね、よくわからない戦術を誘っているのかもしれないな。むしろダストダスいきます。ダストダスとドリューズがきついな。これドリューズきつすぎるな。バンギもきついしな。ハガネールとドガスかな。まあ王道のメンバーですね。でなぜこのパーティーに弱しがいるのかについてなんですが、彼は指導対象でしてね、弱しは一匹だと弱い、しかし群れて大きな姿を作り出して敵を威嚇するなのですが、もともとの小さい弱しが持っていた奥歯がないんですね。大きな姿にあと2匹連れてくればいいのにね。これはもう奥歯に対する軽視ということで指導。はい、もう断固としてこれは指導なので、見せポケとして来ていただいております。よろしくお願いします。ドラパルとかどっちかわかんねえやつが一番怖いんだが、とりあえず飯食おうぜ飯。とぼけた顔をしているがこいつかなりのやり手。よろしくお願いします。さあドラパルト側、よくわからないやつが目の前に来たので困惑しているな。ダストダス君は歯が3本しかない。そういうわけではないんですね。そういうモンスターもいるでしょうからね、きっとね。まあその理屈だったら何でもありになるんですけど、彼実は下にも歯が生えてるんですが見えないんですね、なんでか。噛み合わせが良くない系です。はい、うわ来たよ、いきなり来たよ。勘弁してくださいよこれ。どっちかわかんないままダイマックス切ってくるか、恐怖ですなこれは。ダメージで判断するしかないですね。あとは技か、ドラグンじゃわからん。どちら特殊かな特殊かな特殊かな。多分飯食います。うまし。さあ次はさっきよりちょっとだけ威力が低いのが飛んできて割と痛いわけだが、このまま押してくるでしょうね。いろいろできるドラパルトですが、地面技は覚えないと記憶してるんじゃが、痛えし痛えし。ダストダスがこんな歯並びになってしまった元凶たる。そう、彼はいろいろなものを拾い食いしますからね。ウイの実がゴミみたいな扱いするなんて、それはごもっともだ。今はいいもの食わせてますから、私のパーティーになったからにはね、いいもの食わせますから。うっす。これで最初の半分のダメージが飛んでくるのか。ここでリサイクルしましょうか。まあこれでダイマックス切らせただけでかなり仕事したような気はしますが、思ったより減らねえな、やべえな思ったよりカチカチ山ですねこれは。リサイクル、これでは食べれない。ただオボンだと回復量足りなさそうだなって感じもしますよね。悩ましいところなんだこれは逃げ帰るかもしれませんね。ドラパルトではやることがないでしょう。よし、うわー出た、歯医者だ、やべえ治療されるやめて口は。でもドリューズ出てきたのはいいですね。これで毒ビシを潰される心配がなくなったかも。これはやばいな、これはお口アンタイムです。これはもう助かりません出てきちまったかドリルかやべえよ、完璧に刺さっちまった。だが誘爆だ。そう、敗者に対する反逆の心を忘れない。まあこの方だったら別のね、特殊受けなんですよ、ダストダス。これなので砕ける鎧とかした方が毒ビシは巻きやすいかなとは思ったんですけどね。さあどうしたもんかな、あのドリル超絶怖えんだけど、あのドリル行くぜ。僕無実ですよ、歯並びいいですよ。ハガネールどうもこんにちは。なぜこいつがこのパーティーにいるんでしょうね。とっても歯並びいいじゃないですか。何も恥ずべきところなどありはしないんだが、これどうすかな、どこで切るかな。なんかすごい難しくなってきたぞ。さっきのドラパはおそらく特殊だとは、もう物理だったら消し飛んでますからね。ここは地震の方が威力出るかな。ドリられたら困るんだよな。
めんどく、やべえな、治療は拒否したい。でもダイマックス切ったら遅いからね。ちょっとそれは避けようか。何してくんの。絶世リクライニングチェア、揺れすぎだけど効かなさすぎ。いきます。弱点保険、まあ今回は関係ないんですが、これで攻撃をグンと上げてからのボディープレス、前にリクライニングしてやるよ。らよし、医者撃退、なんとかなりましたね。まあ一応ドリューズ対策は仕込んではいるんですが、こんな感じでね、倒すことはできます。さあドラパちゃん、文字覚えてそうな感じで出てきやがったな。だが毒は食らってもらうぜ。文字は外す可能性もありますからね。ダイマックスは切る必要ないですね、意味がなさすぎるから。ではジャイロ行きましょうか。文字外して、外さない、いつものドラパルトなら外してくれるのに。でも特殊型で当たりだったね。ではまあこれで万が一タスキだったら潰れるわけで、先発で出てきてるからありえるんですよね。では行きましょうか。先ほど3抜きしてくれたからね、そっちの期待も込めてダイマックスは温存しておいた。ちなみにハガネール君、さっきちらっと見ましたが、一見歯並びはとてもいいのですが、あれ互い違いなんですね。うん、なので悪質です、大変悪質です。俺歯並び問題ないやつよ、うーんみたいな、開けて、うん、あちょっと開けてみみたいな、そんな感じにすると彼は本性をむき出しにして暴れ出すことでしょうね。はい、 H と H じゃねえ、あの体力と防御に特化したステータスにしていましたが、故にドリューズの攻撃をあの程度にしか、うん、あの程度まで緩和してたわけですよ。行くぜ。さあマタドガス浮いている、地面に対しては多少強いぞ。モンジーメガネか、これスカーフか、スカーフかもな、先発で奇襲ですよね。ですが消えていただく。よし、さあ最後のポケモンが何か、それがこのバトルの勝敗を分けるが、こちらはまだあと2ターンダイマックスが使えます。いけるんじゃねえか。何来る、何来る、何来るの、何来るの。ロトム、あれロトム最初に出たっけ、出てなかったよな。こいつ初手の印象強すぎてな、この段階で出てこられると違和感しかねえんだ。ダイアシッドしてから継続的な火力を上げるってのもありではあるんですが、どっちがいいかね。もう勝つっていうんだったらフェアリー連打した方が強そうなんですけど、130、130、90か、うん、350。ダイアシッド、いやそこまで私のドガスちゃんは弱くねえだろうと思いたいんだけどね。3発撃つんだったらこっちでいいな、気にしません。おで聞きませんよ、私のドガスには。一方メルヘンパワー強い。勝ち申した、アバよ、もうこの攻撃を防ぐ手立てはあるまい。へえ、やるじゃねえの。しかしもうまひらない、もうまひらない、いける。ありがとうマタドガス、君のおかげで勝てたぜ。敗者撃退、やったぜ。さあイカリングを食った後は歯磨きはちゃんとしましょうね。皮肉にも相手のリグカードが歯並びが良い。対戦よろしくお願いします。まさかのマタドガスミラー、しかし初手に出てくるとは思えないんだよね。浮いてるポケモンが1体2体、ダストダスとトロッコンとその残りをすべて、バンギきついよね。バンギきついよね。よろしくお願いします。では行くぜ。今回はドリルがいねえからな、生き生きと戦えるぞ。服の衣装も統一させてるのかこれ。よろしくお願いします。色合いがそれっぽい。行くぜ。サーナイト、最悪の対面ですわねこれ。誘爆がバレてしまったしな。でもこのサーナイト、殴るタイプのサーナイトではないかもしれないというところにかけていいでしょうか。トレースですしね、このままちょっと何もせず退場っていうのも嫌なので。覚えてんのかよ、誰に撃つんだよサイコキネシス。撃つ、しかもギリギリ木の実食えないっていう。
最低最悪の状態だなこれ。もういやもう捨てるしかないでしょう。マジか。いやサポート型のサーナイトで両壁もしくは電磁波とか補助技も結構お持ちのポケモンなので攻撃技がムーンフォースだけかもなという希望はあったんですけどなかったです。行くぜ我がパーティーエースにして問題児突撃。圧倒的な歯並びを見せつけてやるぜ。引っ込めた。ギャラかランタン構わんよ別に。さあ毒受けてもらうぜ。ステルスロック。結果として相手のフィールドがもう凄まじいぐらいズタボロになっとるわけですが、さあ毒を食らってもらうぜ。ここからやることとしてはもう潔く撤退だけですな。原子の力でも打っておきましょう。ランタンの方が早いでしょ。ボルチェンマジで毒ビシを何かで押し潰す気が。逃げたぞ。でも交換してくれる分にはありがたいですね。また触らないとか。岩刺さるよ痛いよ。では原子の力いくぜ。トレース、もらい火。ああ確かに決まればトリッキーではあるが、だが問題ない。ふっ、この歯並びに戦慄性。なんか半分削りましたよ。トリック奇跡奪いに来たか。何をお持ちで。スカーフ、別にいいよ。もう私は死ぬ気満々だからな。なんならスカーフ持っちまったからあんたより早いかもしんねえな。サーナイト、ちなみにこのトロッゴンはそこまで耐久には振ってないのであんまり影響はなかったですよ。割とランタンのボルトチェンジが入っていましたしね。もうこれでサーナイトは交代ができない。なのでここは捨ててくるでしょう。その火力でトロッコン君を落としてくれてもいいんだよ。サイコキネス。おおすげえ、意外と勝て。このサーナイトがあんまり攻撃面に振ってないか。よし、ランターンの毒のターン1ターン分稼げますね。地味にありがたい。お、バンギ先か。さあ毒とステルスロック両方受けてもらうぞ。砂、こちらのポケモンに影響はないですね。なのでこのまま勢いをつけてぶん殴ってやれば勝てますよ。リュウマイバギアス。生きとったんかマジか。そいつはびっくりしたよ。マジかよ、絶滅したもんだとばかり。こいつは困りましたね。余裕を持って積むじゃん。原子の力、さあいい感じ。体力減ってはいるんだが、まだ積むか。まだ積んでくんねえかな。つうかダイマックス切ってくんねえかな。ダイマックス切ってください、お願いします。ダイマックス切って切ろ。せっかくそこまで強く、普通に殴ってきたよ。現実的だ、極めて現実的である。いけるか、ギリギリやる。ここは詰まなきゃダメでしょう。後ろにいるランタンを考えるとね。これでギアチェンジで抜かないとダメだな。そこまでしないと勝てないですね、おそらく。ここで切ってくるのかよ。いやいやいや、まああれですけど、どっちにしろ後ろのランタンがかなり体力残っちまってるんでね。
普通に殴るだけじゃ厳しかったので、それはダイマックスしなくても変わらない。さてさて、この一撃自体は耐えられるんですが、問題はバンギより早く慣れてるかどうか、そっちが重要です。タスキです。耐えれます。まだだ、行くぜ。テンション上がって、もう噛み合わせなんて関係ねえ。ほらギアとしてどうなのか、そこは突っ込まないでいただきたい。彼の、なんでしょうね、アイデンティティに関わる話だからね。テンションが上がるとついギアの噛み合わせが悪くなっちまうんだ。切るぜ。ここで第3打、頼む。抜いてくれ、抜いてくれ。バンギ3回積んでんだよ。頼む。こっちは2回、わかんねえ。でも S 振ってるし、向こうも振ってるかもしんないけど、そこは抜いてもらわないと。エレキフィールドも欲しい、攻撃1段階も欲しい、ランタンをぶち抜くためにね。蓄電だったら知らん知らんがな、発光やから。よしよし、抜いてる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 、発光だから。あなた絶対発光だから。そいや、スチルでは落ちんやろ今一つですよ。スチルは、スチルは無理やと思う。発光してるところにかけるから、めっちゃ光ってますからね。わからんのか皆さんは。見てて、あのランタンが見せつけてくれるあの美しい輝きを、青春時代に見たかったあの輝きを。さあ、この豊富な体力、エレキフィールドで 1.3 倍、ギアチェンジで 1.5 倍、だけどウォール1ターン稼ぐんだよ。ここでド安定技。さあ、発光してくれ、発光してくれ、頼む頼む、発光、発光しろ、発光してくれ、発光してくれ、発光。あー、チクチクでん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 ですよね、発光のチクシャー、チクシャー。いや、発光のまま持ち込んでるっていうのは私がやってたからなんですけど発光でもええやろみたいな、環境に電気タイプ、そんなパッチラゴンしかおらんしみたいなね。ありがとうございました。